続いて小林一之市議会議長から年頭のご挨拶です。明けましておめでとうございます。年頭にあたり調布市議会を代表いたしまして小林一之議長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お世話になります。小林議長は昨年の6月に議長になられましたが、どんな年でしたか？昨年6月に45代目の、市議会議長として就任をさせていただいて、8月に、コロナがこの東京でも1日に5000人を超える、感染者数が出て、またこの調布でも100人に迫る、そういう状況でした。そういうことで、議会としても議場、控え室、会議室等々に、このような、飛沫防止のパネルを設置したり、また換気、議場内の換気、あるいは質問時間を短くしてできるだけ多く換気を取っていく、こういう取り組みをしてまいりました。こういう状況の中で、11月末にはこの調布でもワクチンの接種された方々が 80% を超える、こういう状況ができましたので、また東京でも年末には1日に2桁あるいは1桁の新規感染者数、調布でも感染者がゼロがずっと続いて、いきました。こういうことで、今年は、コロナ対策をしっかりしながら、景気対策に力を入れていきたい、そんな思いで、あります。また昨年は東京オリンピック・パラリンピックが、開催をされました。本来であれば一昨年、2020大会ということで開催予定でしたが、コロナの影響で、昨年開催を、無観客ということで開催いたしました。先の東京オリンピック1964年、昭和39年ですが、私も小学5年生の時で、沿道で、甲州街道沿いで、マラソン大会を生で、応援をした経験もありますし、また国立競技場、当時の国立競技場にも大きな双眼鏡を持って、観戦をした、そういう経験がありまして、今回の調布でも開催をしたわけでありますが、子どもたちにぜひとも見せてあげたかったな、そんな思いがしております。調布市議会ではこれからどのような議会を目指していかれますか？今私が議会運営委員会で提案をしているんですけれども、市の重要な施策であります当初予算あるいは決算についてより多く時間を確保して、本会議場で多くの議員また会派から市長に直接質疑をする、こういう提案を今して協議をしております。また議会報告会も今こういうコロナ禍の状況の中で、リモートで昨年行ってまいりましたが、14回続いておりますので、少しマンネリ化しているかなということで、広聴という部分、こちらから議会が市民の皆様のもとへ出向いていく、例えば東西南北に分けまして議員が出向いて市民の皆様のこの地域の要望とか市に対するご意見を聞かせていただいて、それをまたみんなで持ち寄って、話し合っていく、そういう議会にしていきたい、そんなふうに思っております。では改めて市民の皆さんにメッセージをお願いします。改めまして新年明けましておめでとうございます。昨年は本当に1年間コロナ対策で皆様一生懸命取り組みをしていただきましてありがとうございます。本年もコロナのワクチン接種がいよいよ3回目がスタートしていくと思います。世界では新たな感染の兆しがありますので、
まあ、しっかりワクチン接種を行っていただきたい、そういうふうに思っております。市民の皆様が今年1年コロナ対策とともに、このウィズコロナの1年となりますが、市民の皆さんの安心安全をこれからもご祈念申し上げまして、市議会としても信頼される議会として一生懸命取り組んでまいります。この1年どうぞよろしくお願い申し上げます。調布市議会小林議長にお話を伺いました。